日帰りステーション、今日は10分間日本をお届けしたいと思っています。今日の題名はお金と幸福の関係を CNN の記事から紐解くだったと思います。今日はちょっと風切り音がすごいので、聞こえづらいかもしれませんけれども、昨日聞いて初放送を聞いてみたら私の声自身が聞き取りづらい声でしたので、今日ははっきりと大きい声で話したいと思います。まずはコメント。コメントよろしく。それではまず記事を見ていきたいと思います。確か2014年の記事だったかな。少し古い記事ではなってしまいますけれども、説明解説紐解いていきましょう。まず、米国で幸せになるためにどのくらいの年収が必要かという調査が行われました。10万ドル、早速結論に行ってしまうんですけれども、まずドルですね。だいたい1ドル100円を目安に考えていただけたら分かりやすいと思います。まず10万ドル未満が全体の 51%、 この 51% の内訳の中でも3万ドル未満でも幸せにできる、つまり年収300万ぐらいでも幸せに生きれると思う人が全体の 10% ほどであったということが分かります。そして、さらに 6% は幸せはお金では買えないということもアンケートでは答えているようです。でも多くの、残りの 94% の人はですね、大体お金が必要だと考えていることが分かりますね。確かこれは、そうですね、下の方にありました米国成人1003人を対象にした調査でありました。米国の、国民の人口が何人かを僕はあまり知らないんですけれども、仮にそうだな、日本で1億人いるから、1億人は必ずいるわけですよね。ただ米国の成人1000人と1億人だとしたら何倍だ、10万倍ですね。そうですね。チャンネルフォローありがとうございます。10万倍ということで、例えば6、そうですね、6%、だいたい9万人ぐらいの人はですね、9万人、1億人いる場合は9000万人ぐらいの人はお金が幸せと関係があると考えているということですね。はい。そしてですね、5万ドルが 22% とあります。5万ドルですが、年収500万円、月に、40万円ほどでしょうか。月に40万円程度から、7.5 万ドルですから750万円、60万ぐらいでしょうか。月に月収60万ぐらいが、必要だと答えているのは 22% ということでございます。この大枠で出ているのは10万ドルという、ラインですので、10万ドルというと年収で1000万円、月に直すと80万ぐらいでしょうか。それぐらいはやっぱり幸福に必要なんじゃないかなと思っているということがありますね。そうすると、例えば年収は50万の人であったりすると、やっぱり自分は80万円必要なんだと思って、でも今50万しかないって思ってしまうと、やっぱり自分はまだ幸せになれないとか、なんて言うんでしょう、虚無感というんでしょうか、ということを感じてしまうと思うので、とてもあまり幸せにはなりづらいのではないかなと僕は個人的に思いました。さらにですね、プリンストン大学の調査では年収は増えるほど安心感は高まるが、 7.5 万ドルを超えるとそれほどの上昇は見られないということが述べられていました。 7.5 万ドルですから、あ、こんにちは。 7.5 万ドルですから大体750万円、年収に750万円ですと、やっぱり月に60万円を超えると幸せには、幸せを感じる安心感は高まりにくいということがプリンストン大学の調査で分かっております。さらに CNN の記事には続きありまして、年収どのくらいの人がお金持ちと思うかという、質問もありました。こちらはですね、2014年の、こちらも2014年の
調査ですので、6年前、それと結構じ、ね、今とは違うと思うんですけれども、記事を見て紐解いていきたいと思います。10万高校生っぽくない声ですね。そうなんですよ。なんか昨日聞いてみたら、自分の声よりもなんかさらに低い声だなと思って、これもしかして、イヤホンが悪いのか、タブレット配信の方が悪いのかなみたいなことを考えてました。まあ、いつかそこを解き明かしたいなと思っています。はい。ということで、記事いきましょう。10万ドルから20万ドルが、23%。25万ドル未満が全体の 60% となっております。ということは、2500万円、年収に2500万円稼いでる人は、お金持ちだと思われている確率が、およそ6割ということで、それほどになると、さすがにやっぱりお金持ちと感じる人は多いみたいですけれども、逆にですね、100万ドル以上ですから、1億円以上、大体ですね、1億円以上稼いでる人がお金持ちだと思う人は、そうですね、1億円より下はお金持ちだとは思わないと思う人は 11% ということですね、これね。ですので、多分、大勢の人は、10万ドルなので、1000万円を超えると、やっぱりお金持ちだと思うということで、これは合ってるんではないでしょうか。ということで、今回はですね、今ね、7分なんですけれども、一つの記事だけで、あまりいかないですね。ということで、今日のニュースですね、BBC のニュースでですね、一つ気になるものがあったので、スイスのジュネーブ州、あれですね、国連の本部があるところでしょうかね、の、最低賃金が、23スイスフラン、大体約2622円になったというニュースがありました。最低賃金っていうと、今僕は栃木県から発信してるんですけど、確か栃木県の最低賃金が860円でしたかね、くらいですので、例えば週に、月に40時間働いたところで、32万ぐらいでしょうか。じゃあ3万2000円ですね。3万2000円程度にしかならないということがわかります。しかし、このジュネーブ州の最低賃金で行くと2600円ですから、40時間働いただけで、10万程度行くということがわかります。これだけです。生活できちゃいます。月に40万というと、週に10時間ですから、違います、ね、週に40時間働くとすると、月に40時間働くとすると、週に10時間です。だいたい、まあ、最低、労働時間を超えてしまうんですけど、例えば1日に10時間働くとしたら、月に4日間しか働かなくていいということになって、結構自由な生活が送れるんだと思うんですね。これは一応その、労働組合だったかな、市民団体だったかな、が、こうしてくれ、ということ、まあ、市民全体が賛成したということで、2622円に23スイスフランにしようという動きがあるみたいですので、まだ、実際に決まったわけではないのかなと思います。そういえば、最近、僕のフォローしている、マナブさんも、月に7万円ぐらい生活できるよ、みたいなことを言ってらっしゃったので、やっぱり、そこまでお金必要じゃないんですよね、多分ね。まだ高校生なので、稼いだことないから、わからないんじゃないか、っていうことを言うと思うんですけど、やっぱり将来のことを考えて、計算上では、やっぱりね、そんなにお金必要ないんじゃないかなと思って。で、よく言われるのが、例えば日本で稼いで、例えば IT とかですね、オンライン上で稼いで、生活するのは物価が安い、東南アジアであったり、そういうところに行くという手法も、結構有名な、生活スタイルではないかと思います。そんな感じで今日は10分に近づいてきたので、前半一つ目のお金と幸福の関係を CNN の記事から紐解く今回の放送は広大がお送りいたしました。聞いてくださりありがとうございます。失礼します。